日本の実業家、佐川急便社長、石川県出身。1976年日本大学経済学部、経済学科卒業後、夫人、子供服の小売りチェーン、医薬品卸しなどを経て、81年、北陸佐川急便にセールスドライバーとして入社。佐川急便創業者の佐川清会長と当時の栗、和田栄一社長との間に経営方針をめぐる。 対立が生じたときは、一貫して、立和田を支持。2000年6月の取締役会において、佐川会長の意向を受けた、当時の副社長により栗和田社長が解任されるという、騒動が起きた際も栗和田社長の側につき、同取締役会における、佐川公取締役の社長就任を阻止。立和田社長の再任に尽力した。2000年6月、副社長に昇進。 2002年6月、創業家出身の栗和田社長の後を受け、初の創業海外の代表取締役社長兼、CEO に就任した。2005年5月、同社が掲げた中期経営計画の目標が初年度、未達成だった責任を明確にするためとの理由で、自ら辞任を表明。後任は栗和田会長が社長職を兼務することとなった。社長辞任と同時に、 同社も退職。現在はコンサルティングライセンス管理を行う株式会社 KMK 設立し、同社取締役に就任。ありがとうございます。